専門医の平松です。今日は軸足転換液 3%、まあ、軸足転換液についてお話ししようと思います。このお薬はドライアイに対して使うヒアルロン酸製剤、人工涙液、そしてこの軸足転換液、ムコスタ転換液などが一般的に使われているようなお薬だと思います。人工涙液やヒアルロン酸製剤というのは一般的に質を改善するというよりは涙の量を良くするというようなお薬ですね。この軸足転換液は質を改善するお薬です。ムチンといってネバネバする成分の元となるものを良くする。わかりやすく言いますと、納豆とかオクラとか、ああいう感じのネバネバしたものに含まれているものをムチンというんですね。ネバネバした状態が目につけば簡単には乾いてどっかに行かないというのは、なんとなく感じていただけるかと思うんですけど、そういうための成分がこのお薬に入っています。ただこのお薬にはいくつかのデメリット、弱点があります。一つはネバネバしてしまうので、なんとなくこう使用感が悪い、というのはネバッとしてしまうので、朝これが目やにのようになってついてしまって、それが嫌だという方もいらっしゃいます。もう一つの問題点は、このお薬刺してすぐに効果が出てくるものではないんです。量を改善する目薬の場合はつけてその場で量を改善しているので、つけて気持ちいいなという感じがすぐ出てくるんですけども、この薬はある程度続けないと効果出てこないんですね。ですから1週間使って全然効果がないというふうに感じることもよくあることです。ということで、1ヶ月以上しっかりと使っていかないとなかなか効果が出てこないというふうにご理解いただければ。2つはあります。このお薬はちょっと染みやすいということがあります。特にドライアイに対するお薬ですから、ドライアイというのは目が乾いて傷がつきやすい状態です。その状態でこのお薬をすると結構染みやすいんですね。染みるとこの目薬悪いんじゃないかなと心配される方はいますけれども、染みるというのはそれだけこのお薬を使う状態であるということなので、迷わず使っていただければと思います。ただあまりにも刺激が強い場合はちゃんと医師と相談してそのまま続けるか、この軸足転換液は蓋の色が青色なので、ヒアレイン転換液と非常に似た色です。混乱しやすいのでそれだけちょっと注意していただければと思います。もう一つ、このお薬のメリットとしては非常にこう使いやすいボトル、持ちやすくて出やすいお薬ですので、手が悪いであるとか手の力が入らない方には非常にいいお薬だと思います。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。